サンドです。どうもです。前回編んでだった靴下と帽子編み上がってで、今ね編み始めてたものもあってね、今日も動画撮ろうかなと思ってんだけど、前回ね編んでだったこの KFS の何だったっけ、ランデブーだ、ランデブー、ランデブーね、かわいいよね。これ腹巻き帽子を編むが靴下にするがっていうのでちょっと悩んで、先に靴下を編んだわけなんだけど、両足をね同時に編んでって、こうね糸ね、スタートこの分かるように編んでって、ちびちびね合わせつつ合わせつつ両足ね同時で編んでって、見て、奇跡的にここのね足首の一番最初、かかとを終わって足首のところでもね糸同じ感じでねちゃんと始まって、多分ねほとんど何センチかは、何センチ糸のね何センチかはずれるかもしれないけど、ほぼぴったりに編めた。あのね模様がねこう違ってるのもめっちゃ可愛いっていうの知ってるんだけどね、可愛いなって思うんだけど、私はちょっとね両足揃えたの編んでみたかったからね、きっちり ここの部分すごない、この1本だけで本当にきっちり合わせれるかなっていうのでね、合わせれましたよっていうねそれだけなんだけど、まあ合わなかった時は合わなかったってまあしょうがないよね。どうしてもさ、2本の針を使って、1本の針でね同時に編めればいいんだけど、私はねこの1本の針で同時にっていうのをどうもうまくできなくって、2本の針を使ってやったわけだけどまあいいんじゃない。前にね、かなり前だったけどコメントでもらったことがあって、私も2本の針を使って両足をね同時に編む派ですっていう人ねいたったから私だけじゃないと思うんだね。ね、今これね、さっきね何グラムの使ったかなと思って、まあ ラベルつけたまま測ってみてね、45g だったっけかなとかあったからね、ほら途中でね切っちゃったけど、本当はねもっと長くてもいいかなと思ったけど、あんまり私ねちょっとこういう普通のね靴下長いとなんかこうイライラするっていうかねなんだったら何だったっけ、足、アームじゃないしな、何忘れた、足のさあったかくするやつ、フットカバーじゃなくてなんだっけ、そういうのね、なんだったっけ、ちょっと思い出せないんだけど、あれエアロビクスやるときになんでそこだけ思い出せないのね、思い出せない、思い出せたらね、思い出したとてね大した変わりないからいいやっていうことでなんか切ない、なんだっけ、まあいいやで、まずね、それをね編んで、ここだけ履いて、冬さ寒い時このねこの上の部分はなんか別物を履いてもよくないね、そんな感じでね、これここの部分がね昔からあるさ陶器の置物とかで福助あるでしょ、三つ指ついてるやつ見たいだよねって前回言ったやつ、ほんとかかと編み切ったらね、ほんと福助の頭って感じじゃないおでこ部分だね、これね、この靴下には福助って名前つけようと思って、それもねつけたことすら忘れちゃうから、こうねちょっと付箋に福助って書いてねつけどいたまだね水通しとかする予定ないから、あこれは福助だったなーとかってねちょっと取っておこうかなと思ってね、何の話してんだっけって感じだけど、でまずこれは出来上がってお気に入りの出来になったの。これだったらさ人にあげてもさ全然ね
ね、堂々と、え、ね、いいでしょこの靴下ってあげれるレベルじゃない自画自賛ね、いいのいいの、自分が気に入ってればそれでいい、よし。でね、あの前回ね、この風工房の定番ニット、編んで編んで着るっていうね本から、本当はセーター見たかったんだけど、このね黄色いのとか素敵だなとか、こんな編み込み模様とかもいいなとか思いながら眺めてて、ね、何編むか決まんない、決まんないからしょうがない、帽子、この中にある帽子編もうっていうんで、編んでだったやつ編み上がってます。編み上がってんのよ、これがかわいい。これね、あのまだね、これ、ね、柔らかラムシードね、柔らかいね、赤ちゃんにもって書いてあるからね、ベビーキッズにおすすめですね。柔らかね、優しさ求めてる私に、ね、ぴったりかなって。本当ね、かぶり心地もいいの、こんなに、あー柔らかいってね、ほらそんなね、こんな柔らかい毛糸あんまり使ったことなかったから、いやー編んでて気持ちよくってさ、でかぶったら本当ね軽いし柔らかいし、あの痒くなったりするじゃない、帽子意外とさね、ないなんないと思う、暑いのにねかぶってもね全然嫌な気しなかったもん。でね、これね2.、なんだっけな、ね、5玉買ってきたんだよ、この割引になってるっつって買ってきてね、ね嬉しくて買ってきて、これね 2.5玉ぐらいさ使って、半分残ってんの、半分残ってんの、何編もうと思ってね、これの中にね、あの帽子だけじゃなくって手袋、ミトン、可愛いミトンも乗ってて、それもいいかなとかね思ったり、ネックウォーマーもいいかなとか思ったり、今悩んでる。お揃いでネックウォーマーね、この帽子にネックウォーマーやったらくどいかな、手袋だとさまた半端に残りそうな気しない、かといってポンポンつけるってわけもない、ないし、もう一個編んじゃおうかなとかね、今ねこのねあの何も決めないで、あーかわいいっていうので買ってね、買ったがゆえのこれ。でもさ、毛糸買う時ってなんだろうな、もしこれを編もうって決めて買ったとしても、もしも足りなかったらとか思っちゃって、なんかね多めに買っちゃいそうな気するの、自分の性格がぐのね、ぐどね、もしこの帽子編みたいって思ってもやっぱり2個じゃなくて3個4個かなとかね、やっちゃいそう、ね、結局さね余らしちゃうんだけど、でもねわかんないそういう買い方をこれからはね、ちゃんとどういうのを編むとかっていうのを決めて、目的に合った毛糸を買うっていうのも目標なんだ、私の中の、目標。そういうのちゃんとやってないもん。今ソックヤンはね、靴下編みたいっていう思いで買ってるからいいんだけど、セーターを編みたいとかね、いろいろダメなんだよね。割引になってる時とかセールになってる時もうセールっていうね文字見ると買っておかなきゃみたいになっちゃうじゃない。まあそれがねお店の作戦なんだと思うんだけど、ちょっとこのラベルかわいいよね、羊かわいい、かわいいね。何編もうかな、ほんともう一個編んでもいいかなって、今ねさりげなくこうやって見せてるでしょ、どっかねちょっと間違ってとこだった編み上がってよしってもうかぶってバッチリって思ったのに、間違ってとこあったのよ、あれって どこだっけ、あんまほんの些細、些細じゃないね、これ多分ね方向、なんかこうすくう時の方向を間違ってるかもしれない、これとこれね違ってで、まあその辺さ自分でかぶるんだしいっか言わなきゃバレないのにさ
いやできだよっつってね、いいとこだけ店で言わなきゃバレないのに。うん、でもまあ今年の冬またこれね、編むのじゃない、かぶるの楽しみ。あの自分でもね、何だったっけ、バルーン帽子とかね、ね、似たようなの編んでんだけど、に全然似てない。バルーン帽子とか適当に編んだの編んだけど、やっぱりこの模様入ってんのとか、このね、なんかこのシード、何だったっけ、ネップだっけが、なプチッと入ってんのとかってね、雰囲気違うね、かわいいね。うん、ということでね、これはね、なんでまたね、何かね編むのと思います。うん、ということでこれ一旦撤収して、うん、そうそうそう、このさっきの靴下にラベル付けてだったって言ったんだけど、このね、前にナスっぽいでしょって言ってさ編んだ靴下、これねあのコメントでね、ラプンツェル思い出しましたっていうか、ラプンツェルみたいですねってね、コメントあって、この靴下の名前はちゃんとね、ラプンツェルってつけてますこれもね、まだ水通ししてないんだけど、これはね、ラプンツェルちゃんってこと。ラプンツェル、私ちゃんと見たことないディズニーだよね、まあ、あんまりねちゃんと見たことないんだけど、雰囲気は分かってる。あ、なるほどって思って、こうね、ナスみたいな靴下って言ってたんだけど、ね、色合いとかね、雰囲気ね、ね、このね、ヘタの部分とかと思ったけど、これはもうね、ナスじゃない、そんなのじゃなくて、ラプンツェルって可愛い名前いただきました。勝手にね、勝手にアイディアもらってでね、今ね編んでるのが、まだね、カメレオンカメラソリッド2、この糸ね、毛糸、ん、雑貨ストアーズの方だったかな、ちょっと忘れちゃった。でもあの、ほんとこれもね、セールみたいな時にすっごいふわふわでいいなって思って、セールになった時にこれもね、さっきの話じゃないけど買っちゃってたやつ、貯めてだったやつ、セーターを見たかったのよ前にね。これでセーターも編んだんだよ。セーターっていうかね、うん、ネックから編むセーターみたいなの、これと引き揃えでね編んだり、この色違いでセーター編んでから真ん中を切って、前の部分切ってカーディガンにしたりね、これ大活躍。柔らかいの、ソックヨーンでしょこれ。私ちょっとね、多分ソックヨーンっていう、あのソックヨーンの定義がよく分かってないんだけどさ、ね、よく分かってないのに私喋ってっからね、何言ってんだっていう時、まあほら、わけわかんない人がさただ編み物好きなだけで喋ってんなって思って、あのね、分かってないんだな、ほら、いいんだよ、あのね、分かってない人、自分よりも分かってない人がなんかやってんな程度にいつになったらこの人正しいことを覚えるんだろうとかさ、思いながらね、暇な時にちょっとちらっと見ますみたいな感じでね、そんな程度で入れもらえればいいなって。あ、そうそう、これね、これはあのね、動画見ててくれてる方にね、教わったやつ、教わったっていうかね、なんだったっけ、ラベリーにある無料パターンのこういうの編んでますって、こういうのありますよっていうのを見て、それかわいいなって思って、私もさ、ちゃんと登録はしてたんだよ、登録してるけど、あれ見始めるとさ、次々見ちゃってね、あれも編みたい、これも編みたいになっちゃって、あんまりね、あんまり没頭しすぎるから、あんまりチェックしないようにしてたんだけどそう、でもね、これあの素敵だなーって思って、簡単そうっていうかね、あ、それがね、ちょっと今すぐ名前出てこないけど、なんていう人のガードかはちょっと今動画の中にね貼り付けておこうと思うんだけど、そのね、ちょっと素敵さが伝わらないかな、これね、今ピシッと、ウールのだったらもっとピシッってなって水通ししたりするとね、模様がね
ってると思うんだけど、素敵さ加減が伝わらないかもしれない。せっかくこうね同じような編み方をずっとつなげていくんだけど、これね、いやショールっていうのかな、ストールっていうのかな、まあ、そういうのになるのなんだけどね、これをあの首に巻きたいから、首に巻くっていうことは、あの私かなり鈍感肌でね、相当なものじゃないとチクチクしないんだけど、それでもねやっぱ少しでも柔らかいのがいいなっていうので、で扱いやすい洗いやすいやつがいいなっていうんで、これカメレオンカメラの205番を編んでる。初めてさ、ちょっと私初めて英文パターンっていうのをさ編んでんだけど、最初ね大丈夫かなと思ったけど、何だったっけな、英文パターンをね、ちょっと持ってきてなかったけど、どういう風にやったらできるよっていう本買ってだったの、かなり前、もうかなり前に私も英文パターンというのをやってみたいと思って買って、全然ね意味わかんないっていうかね、ちょっと理解するのにちょっと頭使うなと思って寝かせてたんだけど、チラッと見たらね、あなんだこれは簡単だったんだみたいなねちょっとチャレンジしたっていう話なんだけど、でも結局ねこれよくあの透かし編み模様の本とかに載ってる模様とほぼ一緒だったから、でなんなら私これね、あの義理の母にこの模様をちょっとね、ちょっとパッんーと模様は一緒なんだけど、ほぼね、ただこの、なんだろうな、模様の幅が違うっていうかね、だけのほとんど同じ模様でベスト編んだことあったの。だあ同じだっつってすぐね覚えれて編んでますね、簡単、多分ね本当みんなもねよく見かける模様じゃないかなって思う。かわいい、このね残ってた糸から始めだったからね、失敗してもまあほどきやすいだろうっていうので始めたんだけど、どんどん編んでいくうちにね柔らかくって編みやすくって、ほんとなんかの合間にね編んでいくのにね楽しいから、少しずつ編んでね、休み休みやろうと思ってるのについつい編んじゃって、これねもうこの結構長さでしょ、これねサクサク進みそうこうまっすぐな長方形になってくの、あんまり編んだことないんじゃないかな、三角形のとか三日月型はあって、あと細いタイプなんかミニマフラーみたいなのとかをさ編んでたんだけどね、いろんなのをほらこんなの編んでるよとかさね教わってとか、こういうのも素敵ですよみたいなのとか教わって、今までもチャレンジしてきたけど、今回もまだねいい感じあと自分でねこれ絶対編みてえぞっていうのとかね、で今回ね棒針で、そうだ編んでんの棒針、いつもはね棒針、棒針でもいつも輪針で編んでたんだけど、今回ね普通の棒で編んでて、普通の棒で編むのね久しぶりすぎて、ちょっとね綺麗だよ ね棒針、なんだろういつもさあんまり長いのでやってないから、こうやって編んでる時にこのねカップドが置いてるのにカーンってぶつかっちゃって、あぶなぶなとかって途中で輪針に変えようかなと思ったけど、棒針でねずっと編んでいくのも久しぶりに、こうやってさあなんだろう編んでる途中でこう広げて、あどんな感じかなとかってさ自分、ああ外しちゃった何やってんのね、こういうことやっちゃう危ない危ない、棒針の品液ってこういうことだよね、いやーやばいねこれね、復旧、なんでこんなところでこんなことになるの復旧したあそっか、どれくらいの長さ必要かとかねちょっとよくわかんないままね私編んでんだけどね、なんか棒針やっぱり
自分のいつものねポジションではあまないと、これなんか変な感じする。うん、ちょっとこの間ね、郵便局に行く予定あって、予定っていうか用事があって郵便局に行ったのね。ってその時ね、お昼休み時間ぐらいのね、12時半過ぎだったかな、それぐらいだったから、混んでだったの ATM の部分ね。でATM の部分に並ぶっていうかね、何人か、私が3番目ぐらいかなってね、ちっちゃい郵便局に行ったから、窓口じゃない ATM が1個しかなくってさ、私の前にね、ちょっと多分後ろ姿は若そうな感じの男の子が並んでたんだけど、そのね男の子の T シャツの後ろもうね後ろに書いてたのがね、 T シャツの後ろに書いてた文字がね、よくさプリントしてあるじゃない、 T シャツにね、いろいろそのプリントしてある文字が、あなたの夢に出ていたのは僕ですって。 T シャツのね背中っていうか肩っていうかね、結構大きめに書いてあって、それがねなんかポップな文字っても取れるし、ややホラーかなっていう文字にも取れるし、黒い T シャツに白い文字で書いてあって、なんか書いてあんなーって思ってね、なんだろうって読んじゃうじゃない、結局ね後ろに並んでるからさ。そしたらあなたの夢に出ていたのは僕ですって書いてあって、みたいな後ろのねババアがさ、えーってなってるのを知らずになんだもうね、その T シャツとかね欲しいなと思った。私もえーね、あなたの夢に出ていたのは私ですこのババアですみたいなだって私の後ろにもさ人並んでてね、もう一人だけ並んでてね、その人もね多分 T シャツのね文字見たと思うんだけど、想像すっとおかしくってさ考えた人すごいなって。今ねいろんな T シャツ売ってるもんねその文字をいろんな人が読んでるわけじゃん、結構メッセージ性高くないどんな子かね見たかったんだけど、ね、じろじろ見ちゃいけないなと思ってね、なんだろうな、普通のお店とかだったら多分ねじろって見ちゃうかもしれない、どんな人が来てるんだろうって思ったんだけど、何分 ATM で並んでるっていうのがあるから、人をね人がどんな人かさじろじろ見るのなんかね嫌じゃない ?ATM の時って。自分もね何かあってさじろじろ後ろから見られたらなんか気配感じるってさ、 ATM の部分嫌だよね普通の場面よりも ATM に並んでる時だけはやめてほしいみたいなね。特に見られてさ、めっちゃね悪用されるほどのものはないんだけどないんだけど、それでもなんかね嫌だよね、見られたらえ何何って思うじゃない。まさかさ自分の背中でそんなことが起こってるなんてね思わないよねなんて思いながら、ちょこれねほんとこの毛糸ほんと柔らかい、柔らかくて好き。よしこんな感じでね、次の段はね模様編んでいかなきゃないから、喋りながらできないやつだこれさ。糸がね少なくなってくると絡まったりなんかするから、ちょっとこういつも私がね最後の方やってる巻き方して行こうかな。みんな何編んでんのかなね、いろんなの編んでるね、楽しい編み物をしてるといいなってね、してるに決まってるんだけどさ、なんだろう、少しずつね私も自分の体調じゃないんだけど、体調はめっちゃいいくなったしね、欲張りして買っちゃった糸とかをね糸とにらめっこしながら
ほんとすっごいみんなね、全部の糸があれ編みたいこれ編みたいとかっていうね思いで編んできたんだけど、編んできたじゃない、買ったんだけど、これ全然私ね自分ではもうね毛糸買うっていう方すっごいいっぱい編める気がしてたんだよ。気持ち的にはこれを編んだら次これ編むみたいなね、もう計画を立ててね、毛糸が切れたらショックだと思ってね買ってだったはずなのにさ編み切れなくなってきてね。ねえ、で最初にね編もうって決めてたものよりもなんかもっと違うもの見つけてね、そっち編んでみようとかって言ってそっちに横流しね、毛糸ね、計画と違うものを編んで横流しして、あれじゃない、あの食料とかさまだねそんな買ってきて、本当はカレーを作ろうと思ってたのに、あーなんかもう、あー肉じゃが食べたいなとかね、カレー作ろうと思ってたじゃがいもでポテトサラダ食べたいなんて言われてさ、ポテトサラダ作ったがゆえに、あじゃがいも足りないなとかさ、つうことはーってね、なんかいろいろねこうあれ最初の予定と違ってるわーっていうね、の冷蔵庫事情と同じことがね系統の中でも起こってたりなんかしてさ、まあ、まあそれもね、まあ、その中からやりくりするっつうのも楽しみなんだけど、楽しみなんだけど、まあね、そんな感じでさ、一回覚えるとさ同じこと私ね調子に乗って繰り返すから、これね前にもねこのベスト編んだことあるからね、またこの模様ねこの使ってこれに近い模様かな使って、帽子とかさ靴下とかも可愛いんだろうね。あ思い出した、レッグウォーマーだ、レッグウォーマー、レッグウォーマーとかもいいんじゃないな、もう思い出した、やっとね、靴下短めの靴下でもすねの部分が寒い時レッグウォーマーとかねやればいいねっていう、レッグウォーマーが思いつかなかったんだけど、やっと今レッグウォーマーの神様降りてきたね、可愛いんじゃない、ね、毛糸替えでもまたね可愛い感じにできんだろうなってね、このね見ながらねセーター編むっていうのを考えて帽子に行ったはずなのに、今ねセーターを忘れてこれ編んでっからさ私だけなのかな、ちょっと、つうことで今日はねこれ今ねね編んでるもの、編み上がったものと編んだものをね喋って、夢あなたの夢に出てきたのは僕ですっていうねそんな T シャツ見だよっていうお話でした。うん、これが進んだよとかね、次の編んでるよとかっていうのあったらね、また動画更新したいと思います。ほんとねくだらないことばり言ってていいのかなって感じなんだけど、まあ暇だったら遊びに来て、あそうそう、コメントでね、かな結構前のやつにコメント来てたってやつかな、あサンドさんはあなたは承認欲求が強いと思いますみたいなね来てて、そうだよこんなね動画上げてんだからそりゃそうでしょってね、ゴリゴリ承認欲求ゴリゴリ強いですみたいなね言ったとかねお返事してだったんだけど、いやあのねそうやってあなたは承認欲求強いと思いますっていう時点であなたも相当強いと思います、承認欲求ねえ多分ねやばいね、そうね、何もね分かんない分かんない、最初ね見てもらうつもりなくて話始めたんだけど、結局さやってるうちに見てもらうっていうね喜びはね感じてると思うまあ見てもらう見てもらわない関係なく、本当喋りたくなったら喋るって感じだと思うから、なんね何もない時ね喋るっていう喋りたいことがなかったら喋れないから、どうだか分かんない、どんな風になっていくか今後ね
いろいろあるよね。ね、見せれたらいいんだけどね、綺麗だよね。あ、これもまた違う糸で編みたいっていう感じ。困ったわーっつうことで、ね、暑い、マジで暑い。うちのあたりもね、すんごい湿気でね、庭の草がねやたら伸びるのね。やつらのさ、成長スピード早すぎて困ってんだけどね。草むしりしなきゃなんない。困ったわね。頑張るがつことで、またね。みんなも体調崩さないように頑張っててね。